今から平成23年宮津市消防出初め式を施行いたします。長敷地、ここに謹んで新年のお喜びを申し上げます。そして本年が皆様にとりまして幸せな年となりますよう心からお祈りを申し上げます。本日は恒例の宮津市消防出初め式を施行いたしましたところ、表彰状を宮津市消防団副分団長梶江隆明殿、あなたは多年にわたり職務に精鋭され、消防の使命達成に尽くされました。その成績は優良であると認められますので、正金賞を授与し、これを表彰します。平成23年1月1日、財団法人京都府消防協会長、京都府知事山田圭一。表彰状、宮津市消防団土井千明殿、あなたは第21回京都府消防総合大会本部社の国宮津市消防団を代表して出場し、見事4連覇の偉業を成し遂げられました。以上をもちまして室内行事を終了いたします。団長点検の年なんで訓練頑張ります。以上。